こんにちは、あたりです。今回はあちらの後ろにあるポスターね、あれを変えようと思いまして、皆様からアンケートを取りたいと思います。あたりチャンネル。はい、というわけで、6月20日のこの充電戦隊恐竜ジャーの V シネマの発売に合わせて、じゃあ6月はずっとこのね、帰ってきた恐竜ジャーのポスターでいきますよって言って、この貼ったにもかかわらず、もう7月のね、もう中旬に入ってもまだこれということでね、で来月に特急ジャーの、ポスターが来るんですよ。で今月は特に何も注文してないのでポスターが来ない。というわけで、僕の手持ちのポスターの中から1枚、皆様から選んでいただいて、で、このポスター、7月じゃない8月、ね、来月の初めぐらいまで、特急ジャーのポスターに変わるまでここに飾っておきたいと思います。というわけで早速ポスターに登場していただきましょう。せーの、ドーン。はい、こちらです。結構あるんだよね。でこの筒が、この中に多分まだね5枚ぐらい入ってるのと、多分それぞれ1枚ずつ入ってるので、じゃこれを順番に、まだね未開封のやつがね結構あるのよ。なので開封しながら皆様に、コメント欄または Twitter などで、これがいいですっていうのを選んでいただいて、一番多かったものをここに貼りたいと思います。それではじゃあどんどん開けていきましょう。はい、というわけで、開封してあるのから出していきましょう。開封してあるのは多分一度見せたことがあるやつだとは思うんですよね。どうでしょう、これは。あ、これはあれですね。はい、劇場版充電戦隊恐竜ジャー対ゴーバスターズ恐竜大決戦さらば永遠の友よのポスター、DVD の販売告知ポスターですね。じゃあ3月19日に書いてあります。はい、どうですか、かなりかっこいいですね。やっぱね恐竜ジャーゴーバスターズ最高だよ。はいはい、こんな感じになってます。はい、上から、はいはいはい、はい、しっかり下の方には、はい、アバレンジャーと、ジューレンジャーもしっかり写ってます。はい、これが、1枚目です。それでは、2つ目、これは何だ、これも開けてはいるけど、ん、開封した、うん、あー、なるほど、これか、まさかのバーサス続き。はい、こちら特命戦隊ゴーバスターズ対海賊戦隊ゴーカイジャーザ・ムービー。はい、匿名幻のレンジャー機を探せ。というわけで、はい、こちらでございます。宇宙海賊黒船劇艦。いや、この映画ね、面白かったよね。これ最高に面白かった。あ、素顔戦士のあれはないですね。はい、上からこんな風になっています。はい、コレクターズパック、また通常版、3月21日オンセールということで、発売中かな、もしかしたら買えないかもしれません。はい、これが2枚目です。はい、そして3つ目、ん、これは何だ、これは、あ、これはなかなか懐かしいもので、懐かしくはないか、まあ懐かしい、まあいいや。はい、こちら仮面ライダーフォーゼ、はい、ブルーレイ、&DVD、第1巻の発売告知ポスターですね。青春スイッチオン宇宙来たということで、仮面ライダー40周年、はい、舞台は宇宙に、そして仮面ライダー史上初の学園ドラマ、おーおおお、なるほど、仮面ライダーフォーゼで、なんか特典映像の、はい、こちら予告なんかも入ってますね。はい、これやっぱかっこいいね、このポスター。はい、いいね、すごい細かいところでよく見る。はい、これが3枚目でした。そして、4つ目、まあ、今更ですけどポスターをもらい始めたのって結構最近なんですよ。なので多分フォーゼ以降ぐらいしかないと思うので、そこはご了承くださいと。これはまたまた、あ、チラシがつきっぱなしなのか。それでは開けます。これはもう僕は何か分かんない。ほー、あ、これか。はい、いきます。仮面ライダー、仮面ライダーウィザード&フォーゼムービー対戦アルティメイタム、はい、こちらの DVD ブルーレイボックスの販売発売告知ポスターですね。おお、なるほど。おっ、これはあのジャケットと同じなんであれなんですけども、はい、
しっかり、フォーゼ・ウィザードの他に、はい、オーズや、あれ、メテオとかね、ダブルもしっかり後ろの方にチラッと映ってます。はい、で、コレクターズパックとか、はいはい。こんな感じに、下の方にも、DVD、ブルーレイの、携帯なんかもね、いろいろ書いてあります。はい。これが、4枚目。はい、じゃあ5枚目。これも、箱しか開いてないのか。あ、これは、開いてる、ちょっと待って。これは、おー、これはあれですね。はい、いきます。充電戦隊恐竜じゃ、ブルーレイ &DVD、テレビシリーズの、はい、第1巻の発売告知ポスターですね。こんな感じになっています。はい。はい。はい、はい、はい。はい、こんな感じですよーっと。はい。おー。なるほど、なるほど。はい、こんな感じになっています。これが、5枚目です。はい、そして6枚目。これはなんだ？あれ、これも、なんか、チラシついてるのばっかりだな。チラシは破って捨てます。よいしょ。はい。これは何でしょう？あー、これは見せたやつか。はい。こちら、劇場版映画、ドキドキプリキュア、マナ結婚、未来につなぐ希望のドレス。はい。こちらですね。はい、はい、こんな、ああやっぱドキドキプリキュア最高だよ、かわいいよね。はい、はい、DVD ブルーレイが3月の14日にレンタルまた発売が開始ということで、そのポスターでした。はい、うん、はい、こちらです。それでは、7枚目。よいしょ。ここからは全部未開封ですね。よいしょ。よいしょ。はい。出しますよ。これは何だろうな。これか。はい。多分、仮面ライダーフォーゼの劇場版、はい、みんなで宇宙来たですね。はい。これのブルーレイ DVD の販売告知ポスター。青春、宇宙でフルスパーク、友情パワーで大気圏突入、突破か。はい、こんな感じになります。はい、メテオフュージョンステージありますね。はい、通常版とコレクターズパックが発売中でございます。ついにブルーレイ &DVD で宇宙大決戦。はい、福士蒼汰くん、はい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 、はい、こんなポスターです。さりげなくウィザードもいたね。それじゃあ8枚目、よいしょ。さあ、行きましょう。これは、おー、これかー、来た。はい、行きます。はい、劇場版特命戦隊ゴーバスターズ東京エネタワーを守れ。はい、こちらのブルーレイ &DVD の告知ポスターでございます。これ、確かね、僕ね、2枚注文したはずだから、どれかにもう一個これがあるはず。そして、これが10枚目かな。10枚目、いきます。こちらん、これはあれ、これあれ、あ、違う、これあれだ、合同のやつか。はい、こちら、仮面ライダーフォーゼと、ゴーバスターズの、合同のポスターですね。はい、こちらが上がフォーゼで下がゴーバスターズになっています。これも、DVD& ブルーレイの、はい、告知ポスターですね。レンタル開始。レンタル開始って書いてある。はい。はい。どうでしょう。はい。そして、これが多分、もしかしたらもう知らない方もいるんじゃないかなと思うんですけども、ずっと前に、引っ越す前の部屋にずっと飾っていたポスター。仮面ライダームービー対戦メガマックスの、はい、こちらポスターですね。で、はい、こちら、福士蒼汰君と、渡辺君のサインが入っているポスターです。これはもう検証で当たったポスターですね。ちなみにこれは今回のアンケートの対象外とさせていただいてます。はい、
以前飾っていたのでこれはもう飾らない、はい、そしてこれがああやっぱそうだな、はい、ガッチリガッチリ振る舞ってる、はい、充電戦隊恐竜ジャーの、プレミア発表会でもらったポスターですね。はい、若いいや1年しか経ってないからあれなんだけど、はい、こちらねキングの髪の毛がまだ短いですね。はい、はい、こんなポスターです。そして最後、これがはい飛行人戦隊アキバレンジャーシーズン2の番組宣伝用ポスターですね。これはもう DVD とかブルーレイとかじゃなく番組の宣伝用ポスター。はい、はい、かわいいよね、はい、ルナちゃん、はい、以上です。ちょっとおかしくないですか外務のポスター持ってたよね僕ね。あれおかしいな、前の部屋に忘れてきたかな。はい、いや、待てよ。ウィザードのポスターもあったはずだぞ。はい、探してきます、今度。はい。なので、今紹介したポスターの中から、1枚選んでコメント欄に書き込んでください。またツイッターでも受け付けますので、一番多かったポスターを来月の初めまでそこに貼っておきたいと思います。それではまた次回。バイバイ。